はい、皆さんどうも、ピーマンです。というわけで今週もやってまいりました、2軍ペナント実況。今回は1年目シーズンの8月20日巨人戦を実況していきますよ。今回はね、2軍ペナント実況初の監督試合の方で進めていきます。現在チームはリーグ7位、相変わらずのドベ、1位とは34ゲーム差。はぁ、勝てない、とにかく勝てません。しかし今回の実況で必ず勝って一つ勝利を増やしていきましょうよ。やってきました、巨人戦だ。ほんとね、最近はここ最近ほんと勝ててないので、久々の勝利といきたいね、この監督試合で。さて荻野、まずはね、このピーマンズのリードオフマンとして塁に出てくれ。センター返しでいいでしょう。どうだ、あーダメ、外角勝負できたか。リードオフマンが打率低いな。あら、これじっくり見るになってるね、申し訳ない。はい、結果に行かないから、投げるの遅えな。沢村、早く投げろ、早く投げろ、カモン、どうだ、打つか、荻野、ボウ、いいね、球を見ていこう。打率の低さがちょっとね、リードオフマンとしては目立ちますが、こんな微妙な当たり、ファーボールでもいいぞ、塁に出ることが大切。おー、いいね、うまく捉えた打球はセンター前ヒット。荻野、ナイス出塁だ。この後盗塁と行こうかな。どうしようかな、盗塁。いや、やっぱ警戒されてるからね。行こう、盗塁だーい。どうだ、あー、盗塁警戒、やられた。どうどう、荻野、荻野、荻野、あー、ダメだー、最悪。ちょっと安易すぎたかな、簡単に盗塁は決められないよね。オッケー、今なり行こう、引っ張りだ、イエイ、ゲッチュ、ごったねーす。打球はそのまま、そのまま、ウェイ、センターオーバー、ツーベースですね。うまく打ってくれた、今なりナイス。うわー、ならアウトになったの、アウトにならなってなかったらね、さっきの盗塁。1点入ってたのね、引っ張りといこう。何、外角勝負。ここは高く打ち上げて、サードフライ。ダメ、後が続かない。アブレイユ、アブレイユ行こう。ここまでホームラン22本。わー、アブレイユちゃん、そこで打ってくれたら俺はものすごく笑顔になってたと思うんですが、まあ打てなかったもんは仕方がないね。残念ながら1回点は入ることはございませんでした。行こう、東浜。おおおショートフライですね。このね、ショートのニコルという選手、非常にパワーあふれてね、ここまでホームラン2桁打ってるんですが、ちょっとね、守備があまりよろしくないのでね、その辺が不安要素だよね。やっぱショートといえば守備が欲しいとこなんで、この選手はね、パワー以外は全てそう、F の選手なんでね、能力が。なのでパワーはこのままでいいんだ、守備力を上げていかないとね。さて、ボーカー、打率は低いがホームラン8本いいんじゃない、打点が少ないような気がする。フルスイング、ダメ、低め勝負できたか。打った打球はサードゴロ、倍返しとはならなかったね。別にやられてないけど、やられたわけじゃないんだけどね。センター返し、ん、高め勝負できた、イエース、強烈な打球はセカンドゴロ。ここはなかなかランナーで出してくれないね。流し打ち、イエーイ、うまく捉えた打球はツーベースヒットが、いいぞいいぞ、肘に沢、はい、肘に沢、ナイスでございやす、ツーベース、ごっさです、よく打ってくれたね。さて、ツーアウトからランナーが出た、ここです、サネマツね、行こう、引っ張りだ、ウェイ来た、ワーオーイエス、落ちろ、ノーウェイ、なぜそれを取るのか、かなりいい打球だったよ。手前に落ちてたら、まあ1点は入らなかったかな、この打球では。そう、悔しいな、残念ながらこの回もランナー2塁とチャンスまでは行ったんですが、点は入りませんでした。あ、まずい、ファーボールか、センター強烈な打球は荻野、よーし、危ない、ちょっと相手の方に読まれてましたけどね。あー、よかったよかった、引っ張り、よーし、ここ坂本抑えてツーアウト、いいね、淡々と抑えてるよ。もうヒットなんて許さんからね、1本もやらんぞ。内角で行こう、デッドボール、当たりに来たよね、今肘出したよね、違う、肘出してないならいいや。なんか今ちょっと不自然な当たり方だったんでね、なんか肘出したんじゃないかなと思ったんだけど、そんなことはなかったね。はい、この回ね、デッドボールでランナー1人許しましたが、なんとかゼロですね。待て、打ちに行く、待てっつったよね、東浜、俺の言うことを聞いてくれもう今カウント的にものすごく良かったんだけどね、なぜあれから打ちに行ったのか理解ができない俺には。んー、ここも打ち上げてセンターフライか。なんか1点を争う試合になりそうだね。まだ試合は始まったばかりですが。今なりフルスイングといこう。イェーイ、来た、どうだ、これいった、
どうだ、イエス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 、いただきます。アンダーソン、いやセペダが誰だ、アンダーソンのミスかな今の。さてニコル頼むぞ、引っ張りだ、来たー。あーが、ここは読みは合ってたんだけどね、結果はレフトフライ。落とすか、落とさないよね。この回もランナー出塁したんですが、得点には結びつかめつきませんでした。悔しいなぁ。点塁には出れてるからね。まずい、先頭バッター岩田フォアボール。ちょっとこの回めんどくさい回になりそうだよ。バントだ、へい、来た。沢村くんありがとう、バント失敗でワンアウト。そう簡単にバントさせると思うたか、やろうやろう、イエーイ。先頭バッター亀を抑えてツーアウト。いいね、一発勝負が使えるようになったよ。これ使いどころが重要になってくるからね。引っ張った打球はかなり強烈、ライト前ヒット。まずい、ツーアウトランナー二塁一塁。塁に出てるのはどうしようかな。高め勝負といこう。アンダーソン、あーオーマイガー、オーマイガー、ダメダメダメ、1点入る、入ったー。まずい、先制点を与えてしまった、これはミスだ。東浜なんとか耐えてくれ。外角勝負といこう、頼む、抑えてくれ。どうだ、おお、いかんいかんいかん、取ってくれ取ってくれ。わあ、フェンス直撃、2点目。どうした、東浜この回捕まるんじゃない、お前ならいけると思ってたんだけどね。内角勝負、あーまた読まれた、ファーボール。これでランナー満塁か。高め勝負といこう、頼む抑えてくれ、この回なんとかしたごはん抑えてくれ。はい、ありがとうございます。強烈な打球はそのままスタンドインですね。満塁ホームラン。この回何があったんでしょうか、彼に何があったのか問いたいね。ダメだ、ボコボコだ。えい、ようやく終わりましたね、長い攻撃が。この回は満塁ホームランを打たれて、一気に6点。もうやめようぜ、今日。やめた、面白くね。面白くございません。やめましょう。今日は何の面白みを感じないね。負けだ負け。アブレイユ、なんでその球を振るのか、さっぱり俺は意味がわからない。僕はここで一発ドカンとねえかな。お、来た、どうだ、なんだその打球は、フルスイングして、なんだその打球は。攻めて打ってほしかったね。読みは合ってたんだけどね。ヒューイと流し打ちといこう。内角勝負か。ダメ。はい、この回あっさり三振でございやーす。いやもう流れが完全にあっちに行ったね。もうあっちに行ったわ。なんでまだピヨってんの、引きずるね。メンタル弱すぎないかい、東浜。メンタルの弱さが弱点だね。あー、もうこれ変えた方が良さそうだね。OK、沢村なんとか抑えたね。ピヨってるよ。試合やる気あんのかっちゅう話ですよね。これ見て。試合中空を眺めてるって。空眺めてもいいことないからね。ドーム球場だから空眺めてもね、思うことはない。ただ白い天井が見えるだけだから。さてフルスイング、強烈な打球、この回抑えろ、イエーイ。ちょっと危なかったけどね。東浜もうピヨってますが、完全もうピヨってます。アヘ顔ダブルピースですよ。しかしなんとか抑えてくれたね。なんとか塁に出てくれ。肘沢センター、あーまずいな。おー、どうだ、内野安打はないよね。あるわけないでしょ、期待して損したわ。金松行こう、センター返し。ところ読み間違いだな、全然合わないな。ダメ。さて待つんだ東浜、待て待て、犬でもできるぞ。本当待つな、バカ野郎。さっき打ちに行ったんだから打ちに行けや。なんだこいつ、腹立つな。さっき待ったんだからさ、さっき打ちに行ったんだから今のも手出そうよ。あ、まだピヨってんのこれ。ちょっと待てよ、もうそろそろピヨリ直ってもいいと思うんだけどね。一回このモードに入るともう直らないのか。あ、スタミナが切れた。オッケー、どうしようかな、まだ行きたいんだけどな。この5回の裏頑張ってくれないか。このね、残念ながらこの ピーマンズのピッチャー陣というのは本当にひどいですからね。なんだかちょっと無理してもこの回は抑えてほしい。スタミナのある選手は少ないからね。さて頼む、あと坂本、これさえ抑えてくれたらお前の今日の仕事は終わりだ。もう帰ってもいいよ、そのままもう試合見ず帰っていいよ。どうだ、あー、ライト前ヒット。なんとかこの回あとワンアウトだけ取ってほしいんだよな。頼む、聞いてくれ俺の言うことを。ここまで6点許しちゃったけどね。うわー、ファーボール。読みはこっちの勝ちなんだけどね。低め勝負でうまく決まってるんだけど、どうだ、よーし、終わった。ナイス東浜。まあ6点取られたのは痛いけど、この5回はねもうスタミナ切れてるのにゼロで抑えてくれてありがとう。もう今日は仕事を、もう帰っていいよお前、もう帰れ、笑顔で帰れ。
監督として言うわ、帰ってくれます。OK、行こう。この回逆転といこうよ、荻野。あー、まずい。ボテボテの打球はショートゴロ、ワンアウトですね。先頭バッター塁に出れず、低めに、外を来てるか、流し打ちといこうか。うわー、ここでボールか。イエース、ナイス。今成今日大活躍じゃないか。何があったんだ、スランプモード入ってるもんね。スランプモード入ってるくせに大活躍、いいね、よく打ってくれる。さてニコル、ここが勝負になるぞ。使っていこうか、一発勝負。どうしよう、ベースボール、あ、これいこう。ビッグベースボール、俺の言うことを聞くんだ。いいか、分かったな、こういうことだ。いい子、これにより、おお、フルスイングレベル7、やばいね。これ使っていこう。きたー、あーが読み割ってた。うん、いいね、いいね、いいね、いいんだけどね。さて、そのまま1点くるか、1点くるか。今なりナイス走塁ですね。ニコルの、ライト、レフトヒット、の間に1点入りましたね。引っ張りといこう。ビッグベースボール発動中ですからね。イエーイ、これも抜けた、ナイス。これでワンアウトランナー二塁一塁だ。おいおいおい、連打は続くぞ、この野郎。行こう、引っ張りだ。行こう、ウォー、行こう、ウォー。はい、じゃあ、ありがとうございます。強烈な打球はライト正面か。ダメ。ヒューイット。ここまで打率は3割4分5厘か。一発勝負行こう。この回なんとかして点を入れたい。一発勝負、ここで決めろ。ゲッチュー、ナイス、いいぞ。このまま1点あるか、行ってこい、走れ走れ。いいぞいいぞいいぞ。そのままランナーは帰ってきて、これで2点目入れましたね。正直ちょっと一発ドカンと期待したんですが、まあ、残念ながら一発は出なかったね。うわ、集中使ってきたな。ひじりさんはここで打たねばどこで打つ、打ってほしかった個人的にはね。はい、この回なんとか2点入れましたが、同点勝ち越しとはなりませんでしたね。東浜お疲れさん、今日はよく頑張ってくれた。ピッチャー変えていきましょう。誰にしようかな。うわー、ちょっと待てよ。えのきだ行こう。えのきだ、きだえの、えのきだ、きだえの、いいぞ。ここまで防御率は8点台と、まあ、少し悪いですが、めちゃくちゃ悪いけどね、少しどころじゃねえっていう話ですが、悪いですが、よく頑張ってくれてますから。ロペス、代打で来たね。OK、ボール球、ウェイ、はい、2者連続三振。持ってる実力はすごいからね、このえのきだという選手。持ってる実力すげえの、なんでこんなしょぼいのかなと思うんですが、成績がね、防御率8点台って。あー、ここは読みは俺の方が勝ってたんだけどね。内野安打で打たれましたね。はい、これもセンター、右中間を抜けました。1点入るかな。亀井、足が速いですね。はい、7点目を許してしまいました。もう今日はコールド負けで帰ろうか、みんな。もう試合放棄しようぜ。見に来てるファンなんて知らん。おどだ、この打球、手前に落ちるな、頼む、ポテンヒットはないよね。はい、この回1点は許しましたが、それ以上の失点はなんとか防ぎました。えのきだ抑えてほしかったけどね。さ、お、ピッチャー降りたね。沢村が降りて別のピッチャーが出てきたよ。流し打ちといこう。高め勝負できたか。おお、種松いったか。逆方向にも打てるパワーを持ってるキャッチャー、すごいね。今季第1号が出ました。よかった、よく打ってくれたよ種松。実況動画で今季第1号、いいね、持ってるね、君持ってる。ピーマンズのスタメンキャッチャーはこの実松で決定、いいかもね。これ巨人の選手ですよね、実松というのは。えのきだ、ピッチャーの方はまだ変える必要性がないので、このまま使っていきましょう。ファーボールでもいいぞ。あー、内角ズバンと141、全力ですね。球が速い、荻野。荻野打つんだ、塁に出てくことが大切、それが一番大切。ポテンヒットはないね。はい、ファーストフライありがとうございます。今なり今日は大活躍。スランプモード入ってるの本当よく打ってくれるよ。しかしここは三振か。今回実松の1本があったんですが、1点のみ。まだチームは4点ありますね。えのきだ行こう。この回もなんとか抑えてくれ。あー、まずい、取れない。あわわわ、棒か棒か。今ちょっと取ったのかなと思った自分がいたんだけど、取れない。とろろ、嘘でしょ。マジか、取ってほしかったよ個人的には。ファーボール、マジで。ちょっと集中使っていこうか、頼む、集中してね。もうここがゲッツー以外ありえないよ。内角勝負といこう。うわー、一発勝負ここできた。終わったな、これ。多分ドカンと一発ホームランでしょう、間違いないね。見ててみんな。うわ、ライトへの強烈な打球、よし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 、行くぞ。よっしゃ、えのきだ頼む、この回頑張ってくれ。もうこの回さえ乗り切ってくれた俺の願い事はもうない。
もうそこでフォアボールダメ。あー、またじっくり見てんだったよね。あー、まずい。この1打席じっくりと見ていきましょう。抑えてくれ。ちょっと待って、球が入らないんですけど、ストライクゾーンに。いいね、よし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 、抑えろ抑えろ抑えろ、絶対打たれるなよ、打たれるなよ。よーし、ナイス。うーん、どうだ、これは進塁打にはなるかな。ゲッツーは取れなかった。打球の勢いがあったらゲッツー取れてたんだけどね。さて、井端はね、この内角の球をうまくポテンヒットするのがね、持ってるからね、そこのとこ怖い。高め勝負といこう。どうだどうだ、イエース。えのきだ、よく頑張ってくれた、お疲れさん。この回なんとかゼロで乗り切った。流れはこっちに来てるよ。ニコル、先ほどはうまく打ってくれたね。本日タイムリーヒット、1点を入れてますからね。この打球は読みは合ってるのに、読み合ってる、内角来て引っ張り最高なんだけどな、それでもなぜ打てないのかさっぱり理解はできないね。フルスイング、きたー、強烈な、イエース。エラーかこれ、エラーなのか。あ、エラーだね、ヒットではない。しかしランナー出塁だよ。センター返しといこう。お、これも来た、ベース。ナイス、ボーカー、いいぞ、取られないよね。オッケー、走る走る、あぶれゆ、これでワンアウト、ランナー一塁三塁、西村、西村出てきた。一発勝負といこう、ヒューイット。ここで一発出れば一気に1点差ですからね。一発勝負、ファイト一発、ドカンと、イエースが落ちない。もう何そのファインプレー、1点入ったからいいんだけどね。はい、強烈の打球はレフトへのタイム、犠牲フライになりましたね。いやー、これ落ちててくれたらなー。まあ1点入ったからいいんだけどね。でも落ちてたらちょっとね、もっと嬉しかった。はい、ナイス、ひじりさんはナイスヒットですね。相手の守備にちょっとね、相手守備いいな、巨人。高橋由伸はあんな上手い選手だったっけ、守備。うわー、ダメだ、サネマツここで一本打ってくれたらちょっと良かったんだけど。今回も1点こそは入れましたが、それで踏みとどろいましたね。もっと打ってほしかったよ。なかなか追いつけないな。さて、ピッチャー変えていこうかな。セペダ来たよ。ピッチャー誰でいこうか。えのきだ、お疲れさん、よく投げ切ってくれたね。操作でいこう。おー、調子はノリノリですね。やばいね、顔が輝いてる。そして輝くウルトラ操作、イエース。皆さんもどうですか。夢じゃない、あれもこれも、その手でドアを開けましょう。祝福が欲しいのなら、悲しみを知り、一人で泣きましょう。そして輝くウルトラ操作、イエース。いいね、ナイス、この回完璧に抑えた。さて、これが最後の攻撃となります。この回同点もしくは勝ち越しせねば試合はここで終了するよ。操作変えていこう。操作タイム、代打といこうか。誰いこうかな。調子、エリオット調子いいな。 OK、 エリオットでいこう。ここまで15本のホームラン打ってる選手ですからね。能力自体はね、パワーがいいですが、その他 F というね、ちょっと煽った選手ですが、ここで一発ないか。フルスイング、どうだ。あー、ダメだ、低めときたね。先頭バッターエリオットは抑えられてワンアウト。荻野、塁に出てくれ。待ってみよう、待て待て、ファーボール狙いだ。メイン、ナイス。これでワンアウトランナー一塁。ここで盗塁してほしいんですがね、まあ、ちょっと警戒されてる恐れもあるので。うわー、今なりここで打ってくれないか。ニコル、ニコル、ニコっちゃって、ニコニコしちゃって、頼む、打ってくれ打ってくれ、きたー、イエース、ナイス、ツーラン、ホームラン、イエス、イエス、イエス、ナイス。これで1点差、あと1点取れば同点ですからね。あぶれゆ、はい、あぶれゆ、あぶっちゃ、あ、来た、これ同点来たんじゃない。投げました、打った、どうだ、イエース、ホームランではないですが、三遊間抜けてレフト前ヒット。これでツーアウトランナー一塁。ボーカー、もうすべてはお前にかかってるぞ、ボーカー。何度も奇跡を起こしてくれたボーター、ボーカー、ごめん、噛んだ、ボーターって。頼む、どうだ、あー、終わりか。本日の奇跡ここまでですね。ゲームセット、巨人戦でしたが7対6で敗れました。
いやもうねこれね、まあ、今更なんですけど東浜が抑えてくれてたら勝ててた試合だよね。まあそんなこんな言っても仕方がないですね。今日はピーマンの采配ミスもありましたからね。ちょっともう6点取られた時点で心は折れてたからね、あそこで諦めてなかったら勝ててたかもしれない。正直あの時点でもういいやってなった。あ今日負けたなと思ったからね。いや非常に悔しいよ。あ監督総合評価出ましたね。本日は C ですか。あまりよろしくないですね。平均ですか。はい、てなわけで今回これにて実況終了いたします。ここまで見てくださった皆さんありがとうございました。次回はね、1年目シーズン9月の試合実況していきますので、もしよかったらまた次回見てくださると嬉しいです。今回終始グダグダ申し訳ないね。最後、奇跡は起こることはございませんでした。じゃあまた来週ご会いしましょう。バイバイ、キンタマーウェイ。